日本の皆さん、こんにちは。韓国から挨拶しているチャン・グンソクです。今回の短編映画フェスティバルに紹介、したのですごく嬉しかったんです。実はこの短編映画は短編映画じゃなくて UCC みたいな感じで、ハニャン大学の、私の大学の中で入っている先輩たちと一緒に作ったんですが、まあ、すごくその時にも楽しかったんですね。やっぱ映画とは全然違うな感じで、やっぱり今までずっと俳優で、作品を選択していたんですが、その時から自分が、自分だけの考えが入っていることを、作るの方がすごく楽しかったんですが、もちろん初めてにはやりたいという気持ちもあったんですが、その前にお酒を飲むために、お金をもらうために大学の先輩たちと一緒に頑張って行ったんですけども、今回にこの映画勢で、いいなニュースをもらうのですごく気持ちいいです。これからも頑張るので、もう頑張ります。そうですね、長いな映画では、もちろんもう強いなストーリーも必要し、もちろんお金も必要し、それはしょうがないじゃないですか。だけど短編映画では自分の考えがもう一番大事だと思うので、多分お金よりアイディアとか監督自身の信じること、自分の世界観がお金よりも必要だと思います。一番疲れたのはやっぱ編集かな。さっき撮るときにはやっぱり時間もないし、その1日の内に全部終わらなきゃのですごく疲れたんですが、それより後にコンピューターで、すごく小さいな部屋で一人で多分13時間ぐらい一人で編集までやって、でその後からこれはどう、これはどう、これはどう、見せてあげるなら、まあ、いろんなリアクションがあるんじゃないんですか。で実はチーのタイプが A なので、すごくどうしようかなどうしようかなって、編集が終わる後にももう編集していったし、でもその思い出が今はすごく幸せだったんですよね。そうですね、それは大学で勉強した時からずっと有名だったんですが、後にチャンスがあったら短編映画だけじゃなくていろんな映像とか、言えばプロモーションビデオとか、いろんなことをやりたいんです、したいんです。チャン・グンソクです。私はショートショートフィルムフェスティバル&アシアを応援します。 Life is short